それ以上のレベルに行きたいなら絶対必要なものあれは取取るべくして取った不正室の天才が現れるのを待つのではなくて作るあのオステオパシー自体は あのアメリカで1850年代にその当時活躍していたあの内科医であったアンドリュー・テイラー・スティルという人がいましてその人が創始したと言われています医療に対する考え方哲学それを総称してオステオパシーと呼んでいますオステオパスというのはラテン語で骨を表していますで、その骨の歪みとか歪みとかって言われているようなもの そういうことで体に不通法が来るというのがあのスタートラインですそこから発展してアメリカでは現在医学として位置づけられている西洋医学と同じようにオステオパシー医学というのがあってアメリカというのは面白い国でいいことやってるから資格を取らせようじゃなくて現在あるものにプラスアルファしようっていう思考なんでつまり医学部の中に オオステオパシーが導入されていいるという捉え方ですたまたま私は医療の専門課程の専修学校で教員をしていたのでその課程で教員交換あるいは学生の交換というシステムがあって勉強する機会がありオオステオパシーを学びました最初の講義の時にその時の主任教授が言った一言がすごく印象的で「君たちは病気とか怪我を治すんじゃない」と。 病気にならないような体、あるいは怪我から回復するような体を作るということを聞いてびっくりしたんですね。ややもすれば、あの腰痛を治したとか、そういう気持ちさえあった。で、それが君が治してんじゃないよと。人間の体には回復する回復力っていうのがみな備わっているんだと。だから、それを引き出してあげなさい。体を治して回復力を高めるような。 施術をしなさいっていうふうに言われたのが非常にショッキングでハンンマーで頭ををバチーンと叩かれたたような感じがしたのを覚えてますそれから施術に対しての捉え方考え方が大きく変わって自分が治すんじゃないと見る人の回復力を引き出すっていうことに終始して体を捉えるようにしてます。 えっと、アンドリュー・テイラース・ティルという名前を出したと思うんですけれどもアンドリュー・テイラース・ティルは当時内科医でしたそれと同時に解剖学の知識がある人でもありました、えー、人間の体の死体を見たときにどういう病気で亡くなったかっていう病理解剖があるんですけれどもそれをしたときに本来生前こういう病気を病んでるっていうふうに考えられてた人が実は違う病気で亡くなってたい っていうう事実が分かりこれはなぜなぜんだろうあるいは仲居であったスティルが自分の子供を流行り病で亡くしてしまったそれに対して医者としての無力感を感をじたスティルで当時スティルが勉強していた医学史の中にヒポクラテスという皆さん誰でも聞いたことのあるような医学の父と呼ばれている人がいた時代に施術手で あの人を治していくという技術があったということを歴史的に紐解いてこれは何かできるんじゃないかとして考えたのが原点だと聞いています。そしてオステオパシーの体を見る基準というのがあるんですけどもそれはバランス次には可動性そして組織が左右対称であるかどうか。 そして最後に患者さんが何を訴えているかその4点を考えて評価していくそれがオオスステオパシーのスターのタトですでそれらが多分今ある整形外科とかの捉え方とちょっと違ってるわけですよね体に対する見方がその点がオステオパシーの特異性だと思います。